はい、どうも。皆さんついにやってきましたね。2023年を締めくくる超ニャンボの、紅白アイドルエルゼメキアです。このキャラは、遡ること4ヶ月前の8周年イベント後半にて行われた、紅白ニャンボ選抜、総選挙にて3099万票を獲得し、選抜されたキャラとなっています。このキャラの性能としては、必殺技が全消し技ため、スキルに溜まった状態に、プリティの種族効果アップで、即撃周回にも使え、なおかつ種族効果アップスキルによる、オアゴルイベントの特攻の火力アップ、強敵攻略の主要キャラとして使え、小学生が考える最強のキャラみたいな性能をしていて、ザニャンボキャラといった感じでめちゃ強いです。そして今回は、無料ニャンボコインが20枚あるので、超ニャンボ無料に10連していきます。まあ正直あと10連待って、ダブルゼータ以上確定で引くのが一番賢いですが、まあ今回は性能がぶっ壊れということで、躊躇なく20連引いていきます。10連目。今回の狙いはもちろん、紅白アイドルエルゼメキアですが、他に、蒼天の鎧兜と、種族というクリティカルスキル持ちのキャラも狙っています。いやーでもやっぱりニャンボ10連は強いですな。リアルにニャンボ10連は10ヶ月ぶりですね。これまでニャンボ我慢して、頑張って貯めました。ああ、この10連での確定枠は闇凛ね。まあまあ初キャラなんで許しましょうか。性能は正直弱いです。そしてまたまた止まって、これは期待が高まります。おお、なんかよくわからないキャラが来ました。あんまり見たことないキャラなんで多分弱いです。ダブルゼータランクが出るならば、種族が欲しかった。まあ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 これは仕方ないです。10連目はダブルゼータランク1体、デッドランク2体で撃沈。まあ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 仕方ないです。気を取り直して20連目と言いたいところですが、もう後がないということで、一回大森山でお参りします。意外にも無言でー。まあここの20連目で紅白アイドルエルゼメキアを当てるのがこの自分です。ここで確実に紅白アイドルエルゼメキアを当てます。